皆さんこんばんは。中野区の片隅からお送りするしししな夜。このポッドキャストは普通よりちょっと残念なおじさん二人が一般的なおじさんになるために努力する、そんな夜です。どうも皆さんこんばんは。ニクさんです。わ、ハムルバージョンもあるんですね。うん、まあ、今俺の方じゃあ今チャンプですがさ、ワンテンポ遅かった。確かにでしょ。確かに。あ、この人忘れてんなと思ったから、ね、忘れてたでしょ。忘れてた。で、お前のニクソンで思い出したわ。だからもう正直こっちが悪いと思う。忘れてた。おじさんだって謝れるようになったね。俺もう成長したから、こっちが悪いと思う。もちろんあの野球とか見た WBC 見てないでしょ。俺ね、うん、1秒も見てない。やばいよ本当に。もう結構前だよ。知ってるヌートバーでしょ。あ、ヌートバー知ってる。ヌートバーだけ知ってる。あとペッパーミル。いや合ってる。いや分かん、俺も正直俺もペッパーミルだけ分かんない。それ飲み物の名前。いやいや、じゃあなんかそんな選手いた。違う、なんかなんだっけ、俺だって知らないんだよ。その分かんない、言われたって分かんない。いや、なんかあんだよ。え、なんかあんだって。大谷翔平とかその知らないの、あんまり今活躍してる。大谷翔平は知ってるよ。今だからすごい選手なんでしょ。またホームランもめちゃくちゃ打ってるから、うん、それも WBC はもうだいぶ前。二刀流だって聞いてるよ。いやいや、そんな、まあもうそう、まあそれ知ってるだけで。二刀流と聞いております。あ、そうです。はい。イチローと大谷翔平はどっちがすごいと思ってる。でもね、大谷翔平なんでしょ、うん、知って、ベーブ・ルースを超えたって聞いてます。そう、ベーブ・ルースをついこの間超えたんですよ。今もう開幕してね。二刀流だからね、やっぱそうよね。なかなかないでしょ。だってお前で言うところの、サンドイッチマンかな、じゃあだから。いや、どういうこと？凄さで言うと。いや、サンドイッチマンさんもめちゃくちゃすごいけど、もっとすごいと思う。いやまあそう。もうその、ちょ、お笑いとかで例えるならば、やっぱり。お笑いとかではもう無理なレベルよね。そうね。だって、世界的な偉人でしょ、ベーブ・ルースって。そう。もう世界的な偉人よ。超えてきてるんだもんね。そういうことよ。相当すごくない？相当すごいよこれは。今の時点でイチローと比べられるんだけど、だってイチローも引退してるから。うん、大谷ってこれからまだまだ活躍するのよ。うん、で今の時点でもう比べられてるってことはもう、じゃあ10年後大谷、うん、まあ10年か分かんないけど、大谷翔平が引退した時にどうなってるかだよね。そうだね。こっから引くような事件を起こしたらなんかあんまりやめろ、うまくいかなくなっちゃう。そんなことあるわけない。あの大谷翔平がそんなことしないよ。一切しないんだから。そうだよね。みんなタイガー・ウッズもそう思ってた。いやもうそのタイガー・ウッズ出したらそうなるだろ。まさかあのタイガー・ウッズ、いや今もすごいんだよタイガー・ウッズ。あんな病ちゃんと復職して、うん、そうあのまたあのちゃんと帰り際チャンピオンになったんです。ちゃんと勉強じゃない、治療したらしいっすよ、ちゃんと。そうですね。まあ、タイガー・ウッズの話だから、もうだから田代正史さんが今マーシーの話復帰して、いや、あのこの間は僕ちょっと YouTube で、まあ、田代正史さんが学校の先生、うん、しくじり先生的な番組で、あ、なるほど、アイドルを、はいはい、めちゃくちゃ面白いよ。ちょっと見てほしいわ。あ、びっくりした。やっぱり基本面白いっすよね。やっぱ一流なんですよ。なんか昔の20年前の小ボケ連発するの。ちょっとやっぱ喋り方がたどたどしいんですよ、うん、やっぱちょっとお薬の問題があって。でも内容めちゃくちゃ面白いし。いやでもお薬抜きにしてもまあまあもういい年でしょ。だってあもう60、70ぐらいじゃない。そうね。そう70はいかないかもしれないけど、でもまあ60代ね。めちゃくちゃ面白くてびっくりした。だからちょっと僕本当好きだったから残念だったよね。うん、あのまま活躍してたらもうそうだよ ね。でしかも時代もね、だんだん音楽にみんな、うん、なんか詳しくなってって、そういかになんか面白いアーティストだったかっていうのがね、うん、分かってきて、そうもっと良かったらしいですけどね。いやでもね、今ももう十分面白いから、もう多分そのもしかしたら一流の前線に来ることはないかもしれないけど、 YouTube とかで今活躍できるじゃん。へー、ちょっとね見たらね、ちょっと感心する。ええー、面白いと思って。やっぱ面白いですね。面白い。あのね。なんでマーシーの話になるの？なんでマーシーの話？大谷翔平の話だろ、お前言わせてたの。あ、すいません。スポーツ、あと井上尚弥が、5月に試合だったんだけど、怪我して、誰え、井上尚弥知らないの？あんまり知らない。え、大谷翔平と、大谷翔平知ってる。井上尚弥は、もう令和5年のトップ2だよ。格闘家の人だ。格闘家ってか、ボクシングね。あー！ボクシング。今朝倉未来と勘違いしたの？してないですよ。格闘家って言ったから。その人は知ってる。朝倉未来と朝倉海、ね。YouTuber の人でしょ。まあ YouTuber。うん、兼格闘家。はいはい、知ってる。あの、ボクシングの一流。あれだ。めっちゃ強いって言われてる人でしょ。めちゃくちゃ強いの、井上尚弥。うんうん、で次あの、フルトンっていうね、あの、階級上げてものすごい強いチャンピオンになるんだけど、フルトン。フルトンっていう。なんそう、ウルトラマンの敵みたいな。ウルトラマンじゃない。なんだっけ、出てこないよ。俺もツッコミちょっと。いや、いないから。いない。ぽい感じだっていうだけだから。ウルトンみたいな話なかったっけ。なんとかトンみたいな。なんかいそうでしょ。
フルトン。そうね、そう、全然スポーツ見ないですよね。見ない見ない。え、興味ない。何してんの家でいつも。スポーツ以外のこと。スポーツ以外のこと何？スポーツ以外のことは見てる。ニュースは見てんの？ニュースは見るよ。ニュースバラエティとかも見てんの？バラエティも見る。漫画は。スポーツってさ、漫画見てんの？何、スポーツはさ、そんなに面白くないんだよね、俺見てても。まあまあ、人それぞれだからな。うん。まあ、全然なんか、飽きちゃうんだよ。なんか、お前って結構何でも知ってんじゃん、基本的に。だから別に。広く浅くね。そう。まあまあ、うん、まあまあ、深いとこもあるよ。中には。いや、あれよ。だから俺、スポーツ、だ例えばプロ野球見るぐらいだったら、あの、ロボット甲子園とか見てる方が面白い。鳥人間コンテストとか。なるほど。僕の感覚で言うと、ロボット甲子園も鳥人間コンテストも面白いし、スポーツも面白いなんだけどね。ああ、だからそう、あ、まあそうかもしんない。そうそう。だからそうなのかもしんない。まあまあまあ、そっちは見ない。でもあれは面白かったよ。友達と野球観戦に行ったの。あー、生の空気違うからね。ちょっとお酒飲みながら、うん、もうどっちが勝ったっていいんだよ、俺からしたら。なるほどね。なるほど。昔そばニクソンに教えてもらった、教えてもらったアマゾンのカリギュラ？ああ、あれも鳥人間コンテストあったよね、それもね。火の鳥人間コンテスト。人間コンテスト。あれ、今田さんと東野さんのやつね、あれめちゃくちゃ面白いよね。いや、いやあれもう一回やるんですよ。え、もう、まだ見れるから。あ、アマゾンプレイ、まあ、あの、ホームレス、インテリ、ホームレス選手権ね。うん、あと、サライ選手権、ね。本当にインテリなホームレスがいるのかどうかみたいな。そうそう、頭いいホームレスを探そうみたいな。あれは悪意しかないね。あれ面白かったね。あと、サライ選手権の人をさらうやつ。ああ、面白かったな。いや、面白かったよな。ああいうのまたやってほしいよね。テレビでなかなかない。あ、風雲竹市長今。あ、今やってる、やってる、やってる、やってる。あ、まだ見てないです。俺ね、1回目しか出てないんで、まだ見てないんだけど、うん、1回目でまだ竹市さん出てこないのよ。あ、そうなんだ。そうそう、あの、主君がクリームシチューの上田さんとか、渡辺直美さんで、あの、家来、家臣が、あの、バナナマンさんとかで、まだ、俺でもリアルタイムの風雲竹市場も、あんまり記憶ないんですよ。あのね、俺が子供の本当に2、3歳の時だから、ニクソンは多分生まれてないと思う。の時もう終わっちゃってんだ。そうそうそう、終わってるぐらい。俺が記憶にあるのは、うん、薄黄色の風雲竹市場って書いたトレーナーを親父が着てたことだけですよ。なんで親父が着てんだよお前。いや、なんであれ持ってたんですかね親父。お父さん本当に今はねもうあの旅立たされたけど教えてほしいよ。もう聞けないんだよな。お父さん好きだったやめろお前。お父さん好きだったんじゃないあの風雲竹市場。好きだったんだろうな絶対。すごいね。でもそんなのも持ってたお父さんですいるんですね。そうだからなんかグッズとかあったんだろうな。あったんだよ。なかなか買うことじゃないけど。話ちょっと本題に戻るんですけどそうです、ね、僕やっぱほらあのニクソンに教えてもらった B スポット中路で咳ほぼ治ったじゃないですか。 あれね花粉症の季節なんですよ。あ、まあ、そうか花粉症もう全然僕もねでんでんって思う。でんでん俳優だよ俳優でんでんさん俳優だよ。冷たい熱帯魚冷たい熱帯魚名作だよやかましい名作でんでんの話いいんだよ。いやあのでんでんは本当に良かったわ。恐ろしいですね恐ろしい僕この間なんか咳の本当にしすぎでえあばら折れたんですよ。ちょっと待ってえ咳でしょえ咳なんて言った俺今えだから咳でしょ咳だよ咳でも咳じゃんさしすせ咳じゃんイントネーションよ咳関は名字の方でしょ。え、あの、ご本郷の関だよ。え、本当に？これ関でしょ。あ、東北とやっぱ関東で違うのかもしれない。俺東北だから。あ、関。忘れがちだったけど。うん。東北ですもん。俺宮城だから。宮城県仙台市。ディテールであるんですね、じゃあ。あるある。たまに。関。あ、まあまあまあ。で。この間関のしすぎであばら折れて。うん。俺もう骨折したことある。ある。ちっちゃい頃ね。どこ骨折した？あ、小指？なんか友達と遊んでて。あ、小指折れちゃったみたいなのはありましたね。俺初めてなのよ。もう40過ぎて骨折が、はいはいはい、高円寺で、はい、あのちょっとご飯食べてて歩いてて、はい、ゴホンゴホンって言ったら確実にボキッて音が聞こえたのよ。咳で？咳で、あのね体の中で咳で折れたんだよお前本当に。お前これねあのニクソンにも言われたんだけどじいちゃん、そうそう、病院に行ったらこれ本当にあのおじいちゃんの折れ方ですマジで。咳が止まんない時期あったじゃん1月ぐらい覚えてる。だそう、その時俺が病院紹介した時ですね。そうそうそう、 あれがね、お前一歩遅かったよ折れてから。そうそうそう一歩遅かった。いやいや、あの違う、俺ね B スポット中でしてた。あーなるほどね。2回ぐらい行って治りかけてたんだけどもう折れたっていうね。すっげーなやばいでしょ。あのね咳をしすぎて、うん、あのもうすっきりするまで咳しちゃうんですよ。もうなんか腹立ってきて。そうそうそう。もうちょっとイガイガしてるの嫌だから、うん、もうスッキリするまで咳するんだけど、結構短いスパンでそれを繰り返してたら。咳ってすごいんですよね。すごいのよ。体への負担が。体、もう知らなかったそれを、うん。でもスッキリしたいじゃん。咳してたら、なんかね、あばらが一時期ちょっとずっと痛くて。めちゃくちゃ痛くなって。あのね、筋肉痛みたいな痛み。
でそれが今思えば骨に若干ひびが入ってたんだけど、そういうふうに思えないじゃん。なんでお腹ちょっとあばら痛いんだろう、ちょっと筋肉痛かな、寝違えたかなと思って気にせず咳してたらボッキリ折れて、で折れた人痛くないんですよ。で俺今でもボキッと落としたぞと思って痛くなくて、落としたの、あのね体の中の音だから、自分の中でボキッとめちゃくちゃいい音、すごい音して、うわ怖っ、でいい音、痛くないから、めちゃくちゃすごい音して痛くないから、あれ折れたのかな、でも痛くないな、大丈夫だと思って一歩歩いた瞬間にもうズキーンと、もうお腹が、うわ怖い、汗がうわー出てきて、もうなんか電柱にこうなんていうの、手を置いてね、もう歩けなくなって、うわそんなだ、そうそう、で救急車呼ぼうかなと思ったけど、そのレベルだ、もうそれがよぎるぐらい痛いんだ、もう歩けない、痛くて、でも高円寺の駅前、外から見たら変な人だろうね、いやいや、急に咳したと思ったら急にそうそう動かなくなっちゃって、そうそう電信柱に片手置いて、であの人尿漏れからなんて、尿漏れじゃないよ動けなくなっちゃって、もうお前も、もうどうなんかそういう風になると思ってなかったから、うん、でも人がいっぱいいるから高円寺の駅前、うん、救急車恥ずかしいじゃん、ちょっと10分ぐらい深呼吸してずっとあの手を置きながら、もうちょっと体気持ちを落ち着かせようと思って、そうですね、動かなければ痛くないの、でもまだ骨折れてるって思ってないから、いやもう折れてる、もう折れてると思った、うん、ボキッて折れた、大きいボキッて音がしたらいいっすよね、うん、何にも分かんなくて、うん、急にそこがそれぐらい痛くなったら超怖くない、いやめちゃくちゃ怖いよめちゃくちゃ怖いよ、もうその時もなんかすっきりさせようと思って席思いっきりしたらポキッと音が聞こえて、折れて動けなくて10分ぐらいちょっと寄りかか手を置いてたの、うん、電信柱に、うん、で一切動いてないからちょっと汗も引いてきて、うん、動けるかなと思ったら一歩受けたらめちゃくちゃ痛いんだけど、もう救急車呼ぶの恥ずかしいからもうタクシー乗ろう、タクシー乗ろうと思ったの、はいはい、でその時に手持ちがあの2000円しかなくて、はい、これタクシーで帰れるかなと思ってさらに10分深呼吸したら、これ本当に一歩ずつ本当に遅いけど電車でちょっと家にまで帰ろうっつって、やば、結局電車で帰って最寄り駅で降りて本当にもう牛歩もう1ミリ1ミリ動いてなんとか病院たどり着くっていう、ね、すごっ、もうね、だからエスカレーター乗るじゃん、まあ、エスカレーター終わるじゃん、うわ、うん、早く動けないの、でもエスカレーター次々来るから、あの降りるとこね、降りるとこ早く降りれないの、ほんとそこが、もうそこでも一歩一歩行くんだけど結構後ろも人詰まってて、もうこれ俺悪くない、あのその人悪く、おばあさんがちょっとぶつかってきたの、早く歩いてよみたいな、ぶつかられた瞬間また激痛、おいこのババアって言いかけたけど、別におばあさん悪くないの、ゆっくり歩いてる俺が悪いから、だからもう本当にすげえな、これ誤解のないように言うと本当に世の中には体に障害抱えてる方とか不自由な方いるから、まあね、大変な時あるよ、そうそう、これは本当にいい意味でもうそういう気持ちも分かってる、人に優しくなる、本当にそれ以来、確かにそういう事態の人もいるからね、そうそうそう、俺わざとゆっくり歩いてるわけじゃないのに、うん、周りの人うざそうな目で見るの、こいつうぜえなみたいな、いやでも救急車呼ばなかったんじゃない、いやいや、もうそこは自力であの電車で帰りましたよ、なんで呼ばなかったの、あのお金がなくてあのいやタクシー救急車は恥ずかしくて恥ずかしくて恥ずかしくて、で電車はあのこんなに恥ずかしいこといっぱいあんのに、そう、それはもういいでしょ、もうなんかね、その時ちょっと嫌だったような人がいっぱいいてやっぱり注目されるんだよ、そこのプライドだけはある、注目されると思ってで病院行って、であばらってあのもう治療の方法がないんだって、だコルセットもらって巻くしかなくて、へー、でニクソン知ってると思うけど、あの時も咳が出る病気だったじゃん、俺 B スポット中で、咳で折れてるんですよ、ってことは咳するとめちゃくちゃ痛いの、うわもうめっちゃくちゃ、でもどうじゃん、もう咳でも出るのよ、うん、もうあくびも痛いの本当に、起き上がれ寝るとまあ普通に寝るじゃん枕に、起き上がれないんですよ、腹筋に力入れると折れてる、そっかそっか、もう動けないの、だから180度体を回転させて腕立て伏せみたいにしてゆっくり起きるっていうね、もう一週間、あーなるほどね、めちゃくちゃきついよ、ロボット甲子園みたいな感じだ、そうそう、で寝てる時にもう痛くて基本寝れない、やっと寝れたなと思ったら無意識に咳するじゃん、その瞬間激痛暴れで目覚めちゃうんだ、目覚めちゃうみたいな、うわ怖い、寝れないんですよ、であの本当に椅子に座ってるのが一番楽なの、うん、一緒に座って寝てたわ3日間、うん、あの寝るともう起き上がれなくなるから、いやきつかったよマジで、その時にやっぱそれが一番きついですね、折れるのもそうですけど、そうそうそう、動けない、歩けない、まず外に歩けないから健康痛み止めみたいなの一応もらうんですか、 もちろんあのそれこそロキソニン、ロキソニンもらうのと、コルセット巻くしかできなくて、うわやば、いやでね1週間ぐらいするとやっと外行けるんだけど、うん、1週間したら、まあ、ちょっと痛いけど歩けるのさ、めちゃくちゃ本当外の空気が本当に新鮮でした、ありがとうございます、いい、ね、病気になるとね、そうありがたさが分かるよね、そう、もう公園に歩いて歩けるってこんなにいいんだと思って、うん、
だみんなもね咳しだしたら痛いなと思ったらもう病院行った方がいいですよ本当に折れる前に折れる前に本当にで咳ってすごいんだよね本当に力があるから知らなかった本当にそんな骨が折れるほどのあれだと思わなかったからいやだ怖えなーいや気をつけて怪我なんかさいつどこで来るか分かんない分かんないねそうもうだから1週間仕事も休まなきゃいけなかったし、うん、なんか予定入ってたの全部ああそうそう予定って仕事ね全部キャンセルして、うん、皆さんご迷惑をおかけして休みませんでした休みましたすごいことになるよねいやいやいや本当にあの治療法ないからマジで、ま、待ってるしかないんだ待ってるしかない自己治癒能力をそうそうに頼るしかない寝るしかない寝るしかない、うん、起き上がるのもきつい咳とかあくびもきついのえで結局それどんぐらい治ったんですか1週間ぐらいで全部完治したわえ先生にはアパラってその1週間で元に戻る先生には半年って言われたんだけど本当にマジで先生に半年って言われたのが1週間整骨院の先生には半年ぐらいかかりますよって言われたんだけど俺マジで本当これも持ってないんだけど1週間後に野球の試合俺野球チームの監督してるのね、うん、野球の試合あってそれ出ないといけないって言われたらいや本当に俺デッドボールとか当たったら私責任取れませんよって言ったけど1週間後には試合に出てあの2安打打ったわ大丈夫だったもう治ってた治ってもうほぼ治ってたちょっと痛かった、フルスイングすると痛かったけど佐藤さんもしかしてサイヤ人いやいや違う違うサイヤ人じゃないいや本当にこれそれもちょっとインスタに載せるわあのアバラの折れたあのレントゲンの写真先生に許可取って写真撮らせてもらったから折れてちゃんと折れてる折れてる綺麗に折れた、うん、あのこんなに綺麗に折れてるの珍しいって痛かったな咳には注意しないとねっていう話でしたはい、はい、以上ですはいまたよろしくお願いします